夏椿は、椿か夏椿族の落葉鉱木。別名は、シャラノキ、サラノキ、シャラ、サルナメ、シャラ草ュ、サラ草ュなど。仏教の聖樹である双葉がきかのサラ草ュに偽せられ、これらの別名がついたと言われる。原産地は日本から、朝鮮半島南部にかけてである。日本では、福島県、新潟県異勢の本州、四国、九州に自生する。 産地の湿潤な土地に生える。よく栽培もされ、北海道南部から九州の範囲が植栽化農地とされる。落葉紅葉樹。中高木で樹高は10メートル程度になる。株立ちで樹皮は肺褐色で、近縁の姫シャラの赤褐色との区別点である。葉は五生し、長さ4から12センチメートル程度の東卵型で、葉先は尖り、葉縁に細かい巨子がある。 洋心はやや厚い膜質で、表面に光沢はなく、姫シャラよりも大きく、葉脈が目立つ。秋には落葉する。夏季は梅雨季である。葉の付け根に直径5センチメートル程度の白い花を上向きに咲かせる。花びらは5枚で白くおしべの花糸が黄色い。朝に開花し、夕方には落下する一日花である。果実熟期は10月。 夏椿より花の小さい姫シャらも産地に自生し、幸いもされる。夏椿族は、東アジアと北、アメリカに8種ほど分布する。西病気来出順な環境を好むことから、庭の東側や北側、あるいは中庭に植えられ、日当たりの良い場所や乾燥場所は避けられる。日向、半日影、いずれの環境でも育つが、 半日影の方が木が傷みにくい傾向にあり、幹に直射日光を当てない環境が最適と言われている。植栽鉄器は3月下旬から4月上旬と10月中旬から11月、または12から3月とされる。病虫害では、茶毒がの害に注意を要する。剪定の鉄器は10月中旬から3月、花後の7月とされる。晩春に白い花を咲かせる花木で、 株立ちの樹形が美しく、花や葉が落ちた後も幹肌の模様も面白く、干渉性が高い。ありがとうございます。